どうもです今日はですね、えー、地味な作業を続けるということについてお話ししたいと思います。 個人でねお金を稼ごうと思ったらですねやっぱりその地道な作業というか地道地味な作業ですね地味な作業地道に作業を続けるコツコツと続けるっていうことが結果的にそのお金に結びついてくるということになると思うんですけどもその何て言うんですかそのお金 に目線が行ってしまその地道な作業っていうのは続けることができなくてですねその一発でそのお金が稼げるようなことに目,に目が行きがちなんですけどもそ,のそれをするとですね例えば何かやってすぐにそのお金の反応が上がるもんっていうのはやっぱり長く続かない。 こととが多いと思うんですよねそのどっちかというとそれはこう食ク療法的なもんでそのしっかりとねそのずっとその稼ぎ続けるというかですねそのそれを続けるためにはですねやっぱり地道な作業ですね地道な作業をコツコツと続ける淡々と続けるそこにあの その余計なな感情はいらないといらとうかもちろんそのやり何かをやり遂げるんやという気持ちというのは大,大切なんですよね。そういう作業が大切なんですけどもコツコツと続けるということは習慣になっているということなんで、えー、習慣にするということですね。 ちょっとね痛みというかね、それをすることによってその痛みを感じるということですね。痛みを感じるっていうのはどういうことかというと、例えばそのやることが邪魔くさいなとかこうもうどもうえはえやめてしまおうと思うような気持ちを持つことがあるということです。その痛みを乗り越えて習慣にするんですね。でその習慣にすることによって い、えー、いつのににか結果が出てくるととうことになると思うんですねで僕は今ちょっと地道な作業をね毎日続けててなかなかその思うような結果は全然出ていない状態ではあるんですけども、えー、大きな目標があるんでその目標であったり目的というものがあるんで、えー、続けることはできるし、えー、またずっと続けていく活,活動になると思うんですけどもその中でもですねあのー、なぜ続けられるかっていうのの一つにね。 大きな目標がある大きなビジョンがあるっていうのももちろんあるんですけどもそれとそれと加えてですねその 小さなななな喜喜びびみたいいものがあるるんんででですすねねそれは自分の中でしか分からに結局結果に結びついてないんで小さな喜びを感じることによって自分のご褒美になるということですね。えー、あ自分はここまで続けられているんやというような気持ちになったりとかですね。例えばその、えー、情報発信であれば一人でも見てくれてる人がいるんやと一人でもこういいねを押してくれてる人がいるとかですね。そういうことが喜びであったりとかですね。自分があまあ以前 よりこうちょっと進歩してるなとか進化してるなっていうことを感じられることこれはなかなかそう簡単には感じられることはないんですけども感じられた時にちょっと喜びを感じたりとかですね今日も一日その自分がやらなあかんやろうと決めたことをできたことへの喜びとかですねそういうことによってですねえ地道な作業が続けられるとそこにまたこう たまにというか周期的にその大きな目標であったりとかその自分が考えていることやりたいと思っていることをこうえしっかりともう一回 見つめ直すというかそういう作業ですねそういういことをすることによってまた毎日続けられるとでその中でちょっとでもこう結果が出てくるとですねそれがまたこう嬉しさになったり喜びになってやっとこういう結果が出てきたなというふうに思えたりするっていうことですねでそういうことをすることによって、えー、最終的に結果に結びつくまあ,あのお金が稼げるということだけじゃなくてねもっと大きなこう喜びであったりとかねその目標を達成することができるようになるという いう,ふうに思いますそのために僕そのためにというかもうこのやってること自体が言ったらこのその目標に向かって続けてること自体がもう一つの成功なんですよね成功やと思ってます。だからこう,こう続いていてるという状態ににななるんかとというふうに思いますというう思ますことで、えー、今日は地道な作業を続けるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます